皆さんこんにちは。新人アニメーター寮寮生の涼子です。この動画では新人アニメーターの現状や生活のこと、それから私たちが暮らしている新人アニメーター寮のことを紹介していこうと思っています。ミュージックビデオ企画や新人アニメーター寮プロジェクトの準備などでバタバタしていましたが、今回の動画では久しぶりに私のアニメーター生活についてのお話に戻りたいと思います。今回はアニメーターになって12ヶ月目の2020年3月のお仕事や日常についてお話ししようと思います。アニメーターのリアルなお給料や生活など、あまり知られていないと思う情報もお話ししようと思っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。以前2020年2月のお話をした動画では、2月にフリーランスアニメーターとしてもっとたくさんの仕事をこなせるようになりたいと新たな目標を持ったというお話をしました。そのため翌月の3月は張り切ってかなりたくさんのお仕事を取って、フリーのアニメーターとして働いてきた期間の中では今までで一番忙しかった月となりました。2月に引き続き SK8 のお手伝いをしたり、他の会社さんのお仕事もいくつかいただいたりして、ほぼお休みなしで働き続けました。 SK8 は2021年春に放送されましたが、実際に作業をしていたのはそれより1年くらい前だったので、放送を見ていると慌てて作業していた頃を懐かしく感じました。お正月休みからあとはほぼお休みなしで働いていたことと、スギ花粉が飛ぶ時期でもあったので、花粉症で体調が悪い日が多く、体にはかなり負担がかかっていたと思います。それに加えて、コロナウイルスが流行し始めた頃だったので、外出にも少しずつ気を使うようになりました。そしてコロナの流行は、アニメの制作にも多大な影響を及ぼしてきました。急激な環境変化は精神的にも大きな不安となりました。以前に他の動画でもお話ししましたが、コロナウイルスのアニメ業界への影響はかなり甚大でした。アニメは監督から作画監督、作画監督から原画へというふうに、その制作過程でたくさんの人が直接やり取りをしながら作っていくものなので、外出や人に会うこと自体を自粛しなければならないとなると、作業が進まず制作はどんどん遅れていきます。作画はすでに一部デジタルで作業する人も増えてきていますが、作画監督を務めるようなベテランアニメーターの方ではまだまだ紙で作業されている方も多いです。原画マンが紙で原画を描いて、それを作画監督が修正して戻ってくるといったようなやり取りもまだ多く残っているので、コロナのために制作がストップして放送を断念せざるを得なくなった作品も数多くありました。そういった影響が少しずつ表面化してきていた時期で、これからは今までと同じようには働けないかもしれないという大きな不安が私の中で生まれていました。花粉症で体調が悪かったこともあり、こんな時だからこそ自分の体調は自分で気をつけていかなければならないなと思いました。フリーランスで仕事をしていると、作画の作業はほぼ一人でやることになるので、規則正しい生活習慣を維持したり、食事のバランスを考えたりといった自己管理がおろそかになってしまうことも正直よくあります。一人の時間が長い分、自分で自分の体を大切にしなければいけません。
そして作業自体は一人でも、アニメの制作にはたくさんの人が関わっていますから、自分が体を壊すと関わっている多くの人たちに負担をかけてしまいます。もちろん怪我や病気は避けようがないこともありますが、自分で管理できる部分はできるだけ気を使っていかないとと思いました。2月に月10万円は稼ぎたいという目標を立てたことで、3月はかなりスケジュールを詰めてたくさんのお仕事を取っていました。このことについて後になって振り返ってみると、ちょっと焦って仕事を取りすぎたかもと反省しています。スケジュールが空いているからといって限界まで仕事を入れてしまうと、実際にはスケジュール通りに作業が進まないことの方が多く、自分も焦ってしまうし、周りにも迷惑をかけてしまって良くないことばかりだということを痛感したのです。例えば時期をずらして2、3社以上の会社さんから仕事をいただいたりすると、仕事をいただいて最初にするレイアウトを書く作業はなんとかなったとしても、その後チェックや修正をしていただいてから原画を書く作業に入る戻しのタイミングがかぶってしまうことが多々ありました。そうなると余裕を持って入れたつもりのスケジュールだったのに、短期間で大量の原画を描く必要が出てきて、慌てて作業をする羽目になってしまいます。戻しのタイミングは作品や会社によってまちまちで、半月くらいで戻ってくることもあれば半年くらい戻ってこないこともあります。他にも単純に1日で終わるだろうと予想していたお仕事が、実際に取り掛かってみると2日以上かかったみたいなこともあって、仕事を始めて1年近く経ったとはいえ、自分の作業量をまだまだ把握しきれていないなと思いました。3月のお仕事の経験で、スケジュールは余裕を持って取らないとダメだなと感じました。この月は全体的に慌てて仕事をすることが多かったので、スケジュール管理の難しさと大切さを改めて感じ、反省した月となりました。3月のお給料は7万3000円でした。フリーランスとして働いた月の中では今までで一番いいお給料がもらえた月でした。フリーランスアニメーターとして少しずつお給料が増えてきている実感があって、本当に忙しくて大変な月でしたが、振り込まれた金額を見た時は嬉しかったです。しかし自分の作業ペースから考えると、明らかに無茶な仕事の取り方をしてしまったので、スケジュール管理はもっと余裕を持ってやろうと反省もしました。そしてこの月でついにアニメーターになって1年が経ちました。2019年度の年収は81万5千円でした。月収換算すると6万7千円くらいですね。アニメーターの1年目の月収は完全出来高の場合5万円前後の人が多く、少ないと3万円以下ということもあります。所属した会社や働き方、関わったお仕事の内容など様々な要因でアニメーターの月収にはかなりの振れ幅があります。私の場合、2019年度は10月、11月に固定給がいただけるホワイトの制作会社に入社した時に一番いいお給料をいただいていました。ただし CG がメインの会社だったため、残念ながら私のやりたいことや目指していた方向性とは違いましたが、このように働いた分ちゃんとしたお給料をいただける制作会社さんも非常に少ないですが、あるにはあります。また完全出来高で働いた場合を考えると、私の2019年度の年収と月収は
1年目のアニメーターの年収と月収としてかなりリアルな数字になっているのではないかと思います。新人アニメーターさんやアニメーターを目指している方の参考になればと思います。2019年の4月から初めて社会人として、またアニメーターとして1年間働いて、想像と違ったこと、うまくいかなかったこともたくさんありました。でも憧れていた職業につけて本当に楽しかったと胸を張って言える1年間になったと思います。反省したことも多かったのですが、その分目標もたくさん持てたので、4月から始まる2020年度ももっと自分の仕事に自信が持てるように頑張っていこうと思いました。今回はここまでです。いかがでしたか？長い間が空いてしまいましたが、私のアニメーターになって最初の1年についてのお話を聞いていただき本当にありがとうございました。たくさんの視聴者さんに応援していただき、ここまで動画投稿を続けてくることができました。 YouTube の動画投稿を始めた時にはアニメーターになって最初の1年についてのお話をする予定だったのですが、せっかくたくさんの人に見ていただいているので、アニメーターになって2年目の2020年4月以降のお話もしていきたいなと思っています。これからも頑張って動画投稿を続けていくので、次回以降も引き続きご視聴いただけたら嬉しいです。お楽しみにお待ちください。最後まで見てくださってありがとうございました。新人アニメーター料の運営費のほとんどは寄付で賄われています。新人アニメーター料のクラウドファンディングにつきましては、動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また動画を見ていただけるだけでも支援になりますので、他の動画もぜひよろしくお願いします。